皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは成功する人の見分け方ということについてお話をしたいと思います。成功する人の見分け方っていう言い方をするとですね、ちょっと上から目線の高飛車な感じがしてしまうと思うんですけれども、そういう意味ではなくて、私がいろいろとお付き合いしているビジネスパーソンと、あとは実際に私のねクライアントさんいろいろいますけれども、その方たちがうまくいってる傾向を全部分析するともう一つの答えが出てくるっていうのがあって、今日はそれをお伝えしたいと思います。それはどんな答えかというと、約束に対しての行動が早いということです。約束に対してっていうのは、例えば私との約束もそうだし、ご自身が決めた自分のコミットメント、約束に対してもそうなんですけども、活動と行動が早いですっていうのがね、すごいね顕著に出てますね。だから私、例えば何かお話をして、あ、分かりました、それやっときますねって言って、本当にやる人とやらない人で、すでにその人がうまくいくタイプの人かそうでないか、その瞬時にその瞬間分かります。例えばあまり私お願い事をそんなにしょっちゅうするタイプではないんですが、これこれこういうものでこれ助けてほしいのでね、ちょっとコメントを入れてほしいとかって仮にねお願いしたとするじゃないですか。でそのもちろん付き合いの幅の深さによって最優先順位が変わるんですけれども、その時にご本人がいいよって言った後の行動なんですけどね、いいよって言っても即時瞬間からすぐにそういうのをしてくれるタイプの方と、それが2日経っても3日経っても何の反応もないタイプの方っていうの分かれるんですけれども、仕事がうまく回っていて人脈もあってお客様にも好かれてる人っていうのは確実に前者のタイプですね。それはだから私だからどうのこうのとかっていうのではなく、全方位にまんべんなく、もちろん多少はタイムラグがあるのかもしれないですけれども、その速度感と丁寧さを持ってじゃんじゃん答えていくっていうタイプの人はやっぱりうまくいってますよね、仕事で。これっていうのが結局どういうことかっていうと、他にもねあるんですけど、例えば、いい本を紹介したとかって誰かに紹介しますよね。でそれは押し付けかもしれないかもしれないし、本人が嫌だったら全然それで構わないんですけども、こういう本がいいと思うって言って、で本人がそうだねって納得した後です。そうだねって言って、例えばその場ですぐ注文する人なのか、あとはそれこそ家帰ってやろうみたいな感じで、そしてやらないみたいなタイプの人かは、そのチャンスの瞬間を手に入れるタイミングがそもそもずれて、でしかも忘れちゃったりするともう終わりっていう感じなんですけどね。だから私なんかはそうだな、例えば尊敬する人とかがその思想とか内容とかがすごく共感できる、尊敬する人がこの本いいですよとかっていうと、割ともう即その場で買ってたりとかしますね、Amazonとかで。あ、こういう本なんだって理解して、よっぽど興味がなかったのは買いませんけどね。そうじゃない限りはほぼ問答無用で、この人がいいって言ってるんだからいいに違いないっていうレベルで買っちゃったりとかしますけど、実際にいい本が多いんでまた信じたりとかもしているわけなんですが、それぐらい行動が早いですっていうのが、それぐらいの速度で処理をしていかないとどんどん案件が溜まってっちゃうので、買うか買わないかっていう二択があって、買うっていうのを決めたらもうそれで行くっていうね、そんな感じで決めているんですね。だから判断はすごいもう秒速瞬時に決めてます、いろんなこと。なので決めるということは行動することができるので、この日程が時間が空いたりとか、あとはグズグズしてて忘れちゃうとか、場合によってはそれをしますよって約束してるのに置いておいて、しかも忘れちゃっててやらないっていうこの最悪のケース、信頼も失いますからね。なのでもう成功する人、うまくいってる人は確実に返信とかも早いし、あと行動がやっぱり早いなって、いや当たり前なんですよね。行動が早いってことは次々に違うことができて、例えばうまくいかないこと、失敗と人は呼ぶのかもしれないですけど、私は
あえてうまくいかないことが分かるっていう言い方をするんですが、それをやったとしてもすぐ次のことを取り掛かるので、失敗してるふうに他の人から見えない状態になってるっていう、まあ、それぐらいの速さがあると、まあ、実際に多分そういうことになっていくんだろうなっていうふうに思ったりとかします。だからビジネスパーソンとしてその人がうまくいく人なのかいかない人なのかっていうのはほぼ私は瞬時に判断つきます。特に約束のシーンになった時にそれをするかしないかの、速度ですね、ここで判断しています。だから、例えば約束をしたもののその後の行動が遅い人は一時が万事、全てが遅いです。全てが遅いっていうことは相手を待たせたりとか、まあ、それがお客様だったりするとお客様を待たせることになるので、結果として、まあ、信頼が低くなっていくような形ですね。じゃあそういう人ばっかり増えてきたら大変じゃないですかっていうね声も出るかもしれませんけど、忙しい人に限って返信早いです。これは昔から私が感じていることです。私より到底忙しいだろうなっていうタイプの尊敬するべきビジネスパーソンが返信が早いんです。でおそらくそこまで忙しくないと思われるような日々を過ごしているようなタイプの方ほどお返事が遅いです。だから多分生きてる時間と世界観が違うんだろうなっていうのは理解はできるんですけれども、ことビジネスという領域に置いた場合には速度が速い方が当たり前ですけど、いろんな経験とチャレンジができるので結果としてはうまくいく可能性が高くなります。だから成功する人の見分け方っていうのは行動が速い、返信が速い、もうそこに尽きるかなっていうふうに思っていますね。なので一時が万事と考えれば今自分の行動活動がそういった領域において遅いなってもしも感じているのであれば、そこを早くするだけでも全然状況が変わってきますので、うまくいく教室運営をしたいと思ったらまずは返信の速度を上げる、ないしは決めたら行動の量を増やす、行動するまでの時間を、短くする、ここをするだけでもね随分変わると思います。これ嘘じゃないので、例えば今よりもそうだな半分の時間で動くことを決めるとか、それをもしもやることができたら状況がかなり変わると思いますので、その点もぜひチャレンジしてみていただければというふうに思いますので頑張ってみてください。それでは。